チャオ、あちゃんです。今日5月の18日土曜日、あちゃんちのね、晩ご飯、下ガレージでバーベキューしようかなと。ちょっと準備しましょう。はい、とりあえずね、ちょっとね、貝ホタテをね、まずちょっと洗いましょう。洗って蓋開けましょう。ブラシで洗います。ホタテね、貝柱を外します。で、これをね、取ります。ハサミ取るか。こんな感じね。これ延期なかった方がいいかな。こういうところね。柿もね、あってね、上がって。この辺にも貝柱があるから開けます。こっちはね、焼きながら、焼き焼きやから焼きながら開けてみるのね。で、レモン汁を、そして、うまっ。めっちゃ美味しい。うん、最高。先はさっと洗って、でもあの下で焼きます。はい、他のもの作りましょう。これね、塩、塩水ね。そうちゃんをね、ちょっと塩水でちょっとさっと洗います。色がね、色がちょっと悪くなっちゃってるんだけどね、数日経ってるからね、それぐらいで、ね、熟成されてるんでいいねんけどね。ちょっとこんな感じで塩水で洗って、洗ったら
水分を取って、カツオね。味を見とこう。味落ちてへんかちょっと見ときます。間違えた。先生のが、みんな足もだ。大丈夫。どうしようかな。ですね、こんだけ。その皮付きでいいかな。ちょっと待って。何をしようと思って。マグロじゃない、カツオを適当に入れていきます。半分は皮いこうか。いけへんかった。崩れた。全然お刺身だけでも全然まだまだそんなにまぐさくない。そんなに全然なまぐさないわけじゃないねんけど、ちょっとだけなまぐさい。それは仕方ない。さばいてすぐに塩水処理してたかったけど。こんな感じで、これオリーブ、オリーブオイル、さっと入れて、で、オイスターソース。カツオのね、オイスターチーズ。オイルソースの完成。これね。ちょっと蓋しておきます。これで OK。昨日さばいたね。パイと、何だっけな。トラハゼ。パイとトラハゼ。この子たちにね、多いかな。まあいいや。全然しようかな、こう。
っと塩塗りすぎたらあんまり塗りすぎたらしょっぱいかな。ささささっと、粗塩はどうしてもね手に絡みついてさ、ちょっとタイのエラちゃん入れてつついちゃったよ。とりあえずねこんな感じでタイの塩しときましょう。でおろしちゃった、よかった水張ってなかった。トラフゼちゃんもちゃんにもね、塩焼くするのにね置いときましょう。あとルール買ってやる。あ、今ね大きいなこの鮎。鮎はね、もう内臓も取らずにね、処理もせずにこのままいきます。よいしょ。よいしょ。よく取ってんならないよね。鮎はね、要はね、棒刺して食べるのが基本や。よし、塩焼きが基本やからね。これはうまいよ。よし、大完成。
使うかな。まあとりあえずこれぐらいしましょう。で、焼き鳥ね、皮外します。よいしょ。なんだね、今日一日で終わるわけじゃないからね。何日もやったりしない。なんね。大きさがわかれへん。焼き鳥とかこんなもんやろ。なんかな。大きいな。指つきそうで怖いな。焼き鳥の仕込みって結構大変やねんな。よいしょ。これはね、塩で焼きたいから別にしとこう。これはね、塩で焼きたいから
菜目の方がね、あんまり大きいよりね、まあまあ一口大ぐらいの方が早焼けるしいいかなと思ったりするしね。これを塩でいこう。あんまりありすぎてもいいね。あとまだ塩コショウ向こうでしましたでしましょう。で、これ、で、まあこのままかな。あとはもうそんなに重要ないかな。あとかき洗って終わりだ。かな、もうちょいかな、これポロシやってしまうか。焼き野菜やね。野菜がなければダメだもん。はい。焼き野菜。大きいかな。これでいいか。
人拭いて、軸をこの辺で切ります。軸もね、この下っ側を切って、木がね、これこっち毛羽立たさないように、拭いた方がいいらしいよ。軸も美味しいからね。軸焼きってあるよね。ニンニクや。ニンニクね、もうね、このまま丸焼き、このままポンって置いといてね、くるくるくるになって皮めくれるから、食べたホクホクで美味しいからね。それでいこうかな。そうかぶいてオリーブオイルと、銀紙に包んでオリーブオイル焼きするかどっちかやねんけどね。どっちかです。考えましょう。多分これも一個一個ばらして。もうこのままポンでもいいねんけど。これをね、ばらして。
美味しいよね。ニンニクはね、もうこの皮口、これ口いって一緒にもう皮が干せてしまうぐらいで十分なんね。1人2個ずつか。はい、これ完成。これ OK。バランスも。バナナはね、ブレブレになってんの。甘いけどね、これぐらいになると。めっちゃ甘っ。この前のせいはブリカマ焼いてもいいからね。ブリじゃないわ、ハマチのカマ。頭とかね、頭のお父ちゃんやけどなんか食べなんかこの前のうちは。カマだけ残ってんの。あげよう。ああ、冷凍したんか。こっちのね、頭なんで、こっちの頭、ざっとやってみましょう。何でもお魚のね、頭とかそれ、アラとかね、こういう時にバーベキューグリルで焼くっていうのも美味しいからね。マグロの釜とかあったんやけど、一時期ね、バーベキューにマグロの釜持ってたんやけどね。ラムで。最近見かけへんね。今のシールなのに。夏かな。しはい。ちょっと休憩。ご飯だけだろう、握って。で、薬味しましょうか。ということで、今日のあっちゃんちのバーベキューの準備とかあったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録してくれてくれたら嬉しいです。かき洗います。またね、バイバイ。バーベキュータイム会いましょう。